クジラ玉、ヒズメメは、コニューズナの一目。クジラ玉、ヒズメメとも書く。クジラ玉、ヒズメ類。クジラ玉、ヒズメウアメなどとすることもある。金カきの原則では、クジラウシメとされることもある。東光大岡田の博のグループが確立した遺伝子を用いた手法、いわゆるサイン法を用いて明らかになった新しい目で、旧来の玉、ヒズメメとクジラメからなる。クジラ玉、 ヒズメメを置く場合、単系統のクジラメは存続するが、側系統の玉、ヒズメメは廃止される。学名、シーターシャダクティラは、スティシャとアーティアダクティラの合成語である、従来より玉、ヒズメメとクジラメは、左右一体の機関子とは別に、右側のみ機関から分岐し、右肺へと達する管が存在するという共通した特徴を持っていることが知られていた。 そのためこの両者は禁煙と考えられていて、この二目を姉妹群とする説はあった。これら二目からなる系統の名として、シーターシャダクティラが使われ、分類階級は上目、またはカモンと目の間の名前のない階級とされた。1994年以降、ミトコンドリア DNA 法などにより、クジラ目の姉妹群はカバである可能性が示唆されていた。クジラ目とカバからなる系統は、 シタンカドンタと名付けられた。1997年、島村光良は、玉、ひずめメと、くじらメが、姉妹群なのではなく、くじらメが玉、ひずめメのうち系統であり、玉、ひずめメは、側系統であることを明らかにした。1999年、二階堂正人らは、サイン法により、玉、ひずめメと、くじらメの詳細な系統を明らかにした。従来から、示唆されていた通り、 クジラメのシマイン群はカバだった。サイン法による結果は、その後の研究でも指示された。これらに従い、側系統となった玉、ヒズメメは廃止、シーターシャダクティラを目とみなすことが多くなった。なおこのような場合、クジラメを玉、ヒズメメに含めて玉、ヒズメメを単系統にして存続させることも考えられるが、上記のように玉、ヒズメメと、 クジラ目を合わせた系統にすでに名前がついていたため、このようになった。以下のような共通の特徴は、従来は水生化などに伴う修練進化と考えられていたが、新しい系統により、水生依存の強い祖先を同じくすることによる共有派生形質であることが明らかになった。メソニクス目のシノニクスの骨格標本、国立科学博物館の展示。 パキケトスは特記の骨格標本、国立科学博物館の展示、絶滅哺乳類であるメソニクスメは、両足にひめを持ち、第三子、第四子の二本を軸に体重を支えるなどといった、骨格の特徴から玉、ま、ひづめ,め及び、クジラ目に禁煙と言われており、また歯の形態が、初期のクジラ類に似ていることなどから、従来クジラの祖先か、祖先に禁煙と考えられていた。 しかし、講師のかかとの関節にある虚骨の上下端に玉、ひずめ目の特徴である、滑車状の構造がないため、禁煙ではあるもののクジラ玉、ひずめ目に属する系統ではなく、クジラの祖先ではないという見方が強まった。さらにまた、パキスタンから出土したパキケトスアトッキパカシタス、アタッキーが完全に陸上を走り回ることができる、陸上動物としての体勢を持ち、虚骨に、 滑車状の構造が確認されたこと、内耳の耳骨に、クジラ目の特徴である飛行が出現していることの2点から、陸上生活をしていたクジラの祖先がま、ひずめ目の形質を持っていたことがほぼ確実視されるようになった。こうして、現在では、メソニックス類とクジラとの共通点は、修練進化によるものであるとみなされている。クジラ玉、ひずめ目の系統自体は、ほぼ明らかになっているが、 いくつかの系統の分類階級は確立していない。以下の分類には、分類階級について整合性のない部分があることに、注意。エンド樹ヒデキ、解剖難講談社161-163ページ、マレキアラー・エビデンス・フロム・レトラポザンズ・ザット、ホエールズ・フォーム、A ・エクレード・ウィズ・イン・イーブン、トド・アング・ヤラッツ、島村、M、安江、H、大島、K、安部、H、加藤、 h, キシロ t, コトー m, ムネチカアイアンド・オカダ m, 千九百九十七メジャー三百八十八ファイロゲネティック・リレーションシップス・アマング・シュタラ・タダクティルズベーストオン・インサーションス・オブ・ショート・アンド・ロングインタースパースト・エレメンツヒッポ・パタ・ミセス・アレザ・クロシスト・エクステント・レラティブス・オブ、ホエールズ、ニカイドウ m, AP ルーニー・エンド、 エのオカダ1999プロク、ナットルエイキャドサイ961261から1266イルカのイ海の中道海洋生態科学館2002年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年2月1日閲覧ありがとうございます